エグサ・ヤスヒ9月10日から2015年3月13日は、日本の医師、社会福祉事業者、教育者。学位は、医学博士。岡山県名誉県民。岡山県笠岡市生まれ。旧制広島県立、福山茂之館中学校を卒業後、岡山医科大学附属医科専門部に進学し、勤務医を経て、総合医療福祉施設。 社会福祉法人旭川総の創設に参加、旭川総の第二代理事長となる。後に名誉理事長となった。2015年3月13日、心不全のため死去。88歳没。岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター教授の江草正彦は息子。岡山県名誉県民岡山県ホームページ。ABCDEFGH。 江草康彦朝日川総名ひ理事長が、死去障害児らの療育に尽力。産業新聞デジタル。http コロンスラッシュ www.sanyonews.jp スラッシュアーティクルスラッシュ146004スラッシュ1スラッシュ2015年3月19日閲覧。朝日川総名誉理事長の江草康彦さん死去。 朝日新聞デジタル。httpww. 朝日 .com アーティクルズアッシュ3回 53YQH3 階 PPZB00 SHTML 2015年3月14日閲覧。AB 江草康彦氏が死去社会福祉法人朝日川総名誉理事長。日本経済新聞。 http://www.nickey.com コロンススラッシュスラッシュアーティクルスラッシュ tgxlasdg13hhdt1415a3cz80002015 年3月19日閲覧ありがとうございます